本当におめでとうございます。あの野毛の商店街を一緒に歩き回らせていただいたり、大川川の、桜祭りを走り回ったり、いろいろさせていただきました。これからもどうぞご指導よろしくお願いいたします。ありがとうございます。